オリオジャンプオリオ,オ,リオ中国景気停滞の次は余剰在庫のダンピング輸出欧米当局が警戒中国の最新の統計が示すのは 供給優先で需要を置き去りにしてきたことだこれからまた中国政府の補助金で不当に安くなった中国製品が世界市場にあふれるのではないか中国が停滞する製造部門を手こ入れするために世界市場に低価格製品の洪水を起こしたらアメリカは対抗措置を取ると米財務省高官が明言した。 他の国々も同調するだろうこれは範中ではなく中国の政策に対抗する動きだとジェイ・シャンボー財務次官国際問題担当はフィナンシャル・タイムズに語った中国統計局が発表した1月の購買担当者景気指数 PMY からは生産は増加したものの製造業の需要は低迷し 前月比でわずかながら業績が改善したのは大企業のみだったことが伺える。中国政府が企業に提供する補助金は他の主要経済国よりもはるかに多い。アメリカの有力シンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS の報告書によればその額は控えめに見積もっても2019年の名目ベースで 億ドルに及ぶ中国政府が産業支援に費やす資金はアメリカの2倍以上になると見られている米政府高官や企業経営者は中国の電気自動車 EV とソーラーパネルに特に懸念を抱いている中国が製造する太陽光パネルは世界市場の80%以上を占め中国社は 2022年の世界の EV 販売台数の60%以上を占めている中国の競争優位性はアメリカにおけるソーラーパネルと EV 産業の存続を脅かす可能性があるジョー・バイデン大統領は2022年に EV のサプライチェーンに700億ドル以上 太陽光発電関連に100億ドル以上の資金を投入するインフレ抑制法に署名した EU も反補助金調査にシャンボーは5人の財務省高官を率いて北京を訪れ2月6日に中国側と様々な問題について話し合ったその中には気候変動のような潜在的な協力分野だけでなく 中国政府の補助金の問題も含まれていた補助金は中国の製造業の過剰供給を助長し作りすぎた低価格製品の投げ売るような戦略を後押しすることになるのではないかとアメリカは懸念している我々が懸念しているのは中国の産業支援政策と需要を顧みず供給にばかり重点を置いたマクロ政策のせいで 中国のが大量の在庫が世界市場を直撃する事態に向かっていることだとシャンボーは語った懸念しているのはアメリカだけではない欧州連合 EU は23年10月急増する中国製 EV の欧州輸入について反補助金調査を開始すると発表した EU 委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は 中国製 EV 車の価格は中国政府による巨額の補助金によって人為的に低く抑えられていると述べた20日の記者会見で EU の調査について質問された中国外務省の毛ネ副報道局長は中国の自動車産業は飛躍的な発展を遂げ高い品質を備えたコストパフォーマンスの高い製品を世界に提供してきた中国から 輸出される自動車の3台に1台は電気自動車であり世界のグリーン・低炭素化に大きく貢献していると述べた日本政府は日本国民と日本企業の生活と利益を大切にすべきですダンピングがあればすぐに関税や輸入禁止措置がで対応できるよう準備しておくことが望まれます国際協調を重視して 西側諸国やインドなどとも連携する必要もあるでしょう日本経済のソフトランディングを願います中国政府は少子化対策に躍起になっているが厳しい現実に直面している中国の人口は2年連続で減少した中国国家統計局のデータによると 2023年の中国の人口は200万人減少し1,000人当たりの出生数が6.77人から6.39人に減少した中国はこの問題に対処しようと躍起になっている政府は2015年に一人っ子政策を撤回したそれに代わって結婚と出産を奨励し子どもの親に経済的な優遇措置を提供するようになった 中国の人口は2年連続で減少した中国国家統計局のデータによると2023年の中国の人口は200万人減少し1000人当たりの出生数は6.77人から6.39人に減少した中国はこの問題に対処しようと躍起になっている政府は2015年に一人っ子政策を撤回した それに代わって結婚と出産を奨励し、親に経済的な優遇措置を提供するようになった。しかし、原因が中国政府そのものにあるとしたらどうだろうか。カリフォルニア大学アーバイン校の社会学教授で、現代中国社会などを研究しているワンフェンによると、中国政府関係者は人口減少の危機がこれほど早く来るとは思わなかったにせよ、 いいずれは来ると以前かから分かっていた。そして政権が解決に向けて行動を起こすのが遅いということも分かっていた今中国共産党幹部は一人っ子政策のような政策が引き起こした結果に対処しているところだ外部の人間から見ると中国のような政権は国家的な資源を集め大きなプロジェクトに投入し迅速に成果を上げることができると思いがちだと ワンはビジネスインサイダーに語りこれは中国の高速鉄道のようなインフラプロジェクトでも同じことが言えると指摘したしかし政策に関して言えば悲惨な結果となった政策を終わらせるのに多大な時間がかかってしまうのは政権が政治的負担を負いたくないためだということがすぐにわかる中国の方向転換 近年、中国共産党と地方政府は、若い女性が結婚し、子供を産むことを奨励する法律やプログラムにシフトしている。中国東部に位置し、多くの人口を抱える甲州市では、3人目の子供を持つ親に2万元、約41万円が提供されるようになった。また、中国南東部の温州市では、子供1人につき最大3000元、 約6万2千円が提供されていると以前ビジネスインサイダーが報じている中国共産党は2021年に3人子政策を導入し2人以上の子供を持つことを奨励するようになったしかしそれでも中国の人々特に若者は食いつかなかった 若者は国民に対して何をすべきで何をすべきでないかを押し付けられると信じている政府を笑っているとワンは述べ、一人っ子政策の失敗を指摘する。中国の人口危機の解決策は、わずかな政策的取り組みによってもたらされることはないだろうとワンは考えている。中国が取り組んでいるのは根深く非常に複雑な問題であり、これは 急速な経済成長と変化の中で若者が自らの将来に対して抱いている絶望と悲観を反映しているのだという。これは中国が長期的に対処していかなければならない問題だとワンは言う。政府はまた多くの国民に家庭を築いてもらおうという取り組みから逆行していると非難される法律も制定している。2021年、 衝動的な離婚を抑制するため、夫婦に対して30日間の冷却期間を設けるという法律を制定したのだこれは出生率を高めるための取り組みの一環として導入されたこの法律に関して、かえって結婚を妨げるという議論がネット上で巻き起こり専門家は虐待的な関係から女性が抜け出しにくくなる可能性があると指摘している 中国 EV の弱点が発覚して販売台数が激減国民の不満を移す中国版お年玉の寒すぎる事情苦境が続く中国経済中国の今年の春節は案の定期待外れに終わった春節は本来中国人にとって心身をリラックスさせる期間だが今年は いつ雇い主から仕事に戻ってこなくても良いと言われるか分からないという不安を多くの人々が抱える中での年越しとなった。中国メディアは、失業や賃金カットの嵐が吹き荒れる状況下で、とても新年を祝う気分にはなれないとの嘆きが中国全土を覆っていると報じていた。2000年以降の不動産ブームのおかげで、 大都市住民の多くが老せずして億万長者になったが不動産バブルの崩壊であっという間に虎の子の財産を喪失してしまった春節期間中一家団らんや宴会を行い「発財おめでとう」と挨拶を交わしお金が入った赤い封と広報を渡し合うことが当たり前の光景だったが今年の広報にはどのくらいのお金が入っていただろうか。 懐事情が厳しい中、かつてのように膨らんでいたとは考えにくい。中国 EV を襲った大寒波。中国経済が苦境に陥る中、唯一気を吐いているのは自動車産業だ。昨年の中国の自動車販売台数、生産台数は共に3000万台を超え、15年連続で世界第1位となった。 昨年の自動車輸出台数も491万台と日本を抜いて世界一となった自動車産業を牽引するのは電気自動車 EV をはじめとする新エネルギー車だ昨年の販売台数は前年比38%増の950万台と9年連続で世界一位の座を堅持している中国経済の期待を一心に集める EV だが ここにきて減速感が生じている中国自動車協会が2月8日に発表した1月の国内自動車販売台数は205万台で前月比14%も減少したが足を引っ張ったのが EV だった1月の EV 販売台数は前月比47%減の40万台と低迷したのだ その理由として挙げられるのは1月に来週した大寒波の影響だ。